She's probably in that super secret room of hers that's just behind her giant ass throne. Oh, there's the doctor. Hello. あれ?なんだか物がだいぶ減ってないか?よく帰ってきてくれた。疑問が山のようにあるのは承知している。だがまずはアビスの力の残留を処理しよう。影響が出ないとも限らない。クイク、診療を。無事に帰ってきてくれて本当に良かったわ。エンジン様から話を聞いてすぐここに駆けつけたのよ。さ、皆さん座ってちょうだい。一人ずつ見ていくから。Despite the short stint in the Night Kingdom, Walani and the others all have some degree of abyssal contamination. Thanks to Chui Chu's extensive experience treating abyssal contamination, the harmful effects will not be permanent. The treatment also relieves Kachina's symptoms. よし!これでもう大丈夫なはずよ。でも、念のため、数日したらもう一度検査を受けてね。ただ、こちらの旅人さんみたいなのは私も聞いたことがないわ。まるでアビスの力に完全な抗体を持ってるみたい。こいつって昔からちょっと特別なんだ。アビスの力を浄化するのも得意なんだぜ。あれ?そういえばオイラもアビスの影響を受けてないな。いや、アメミティミス、バンスーパーウィンクルブ。But the vengeful thoughts and fear of a god, hallucinogens, something else that I can't quite remember what it was. And we don't know why Paimon's like this. 今の状況ではその能力は大いに役立つ。じゃあ私はこれで失礼します。他の患者さんが待っていますので。ありがとう、クイク。いいわよ。考え方に違いはあるけど、お互い悪気はないんだもの。今は時間に任せましょう。いつかきっと分かり合えるわ。あ。Archon, where did all the stuff go? 話題は多岐にわたるが、どれから始めるべきか。そうだ、君たちも見たな。八神の国のあの惨状を。率直に言おう。ナタの滅びが目前に迫っている。余命は一年にも満たない。はあ?え?嘘ですよね?これは事実だ。このことを知るのは救国の計画に参加する一部の者だけとなっている。先ほど言った余命、つまり滅びへのカウントダウンが始まったのは最近ではない。500年前のアビスの災いから続くものだ。それならモアラニからも聞いたけど。ああ、当時全ての国がアビスの侵攻を受けていた。ナタは元来他国が持つような安定した堅固な地脈を有していない。故に状況は最も深刻でな。あれは長くあまりに凄惨な戦いだった。命と文明を犠牲にし、ナタはようやく勝利をつかんだのだ。我々はその後さらに数百年もの時間をかけてアビスがもたらす災厄を払った。今日の平和はそうして築かれたのだ。しかしその勝利は表面上のものに過ぎない。アビスの力は今も消えておらず、ただ地下へと追いやっただけだ。そうだったんだ。八神の国の問題はさらに一筋縄ではいかない。なぜならあそこはまさにナタの地脈のような存在だからだ。当時の計算で八神の国が完全にアビス化するまで最大で500年かかると導き出された。しかしその頃にはすでに多くのナタ人が家と家族を失い荒野をさまよっていたのだ。彼らは勝利を信じることを放棄し、未来に目を向けることもやめてしまっていた。文明は消えかけ、信仰は崩れ去り、大霊の力も枯渇寸前にまで追い詰められた。このままではナタを再び一つにしない限り、アビスを倒すことなど夢のまた夢。そこで
神と各部族の英雄たちは長い議論の末、ナタを救うための500年にわたる大規模な計画を立てたのだ。そうだったんですね。カチーナちゃんと合流できた後、私は自分のものではない記憶を見たことのない存在から受け取りました。その中にまさに今おっしゃった計画がありました。どうやら私はその計画の重要な一人に選ばれたということですね。でも一つだけ理解のできないことがあります。どうしてその記憶の中で見たエンジン様もあなただったのでしょうか。なんだって、エンジンって人間だろ。そんな長い時間生きられるわけないぞ。ああ、その疑問は正しい。人間にとって最も越えがたい壁は時間、あるいは寿命という概念だ。しかし魔人であれば、一部の神通力や呪いによってその命を伸ばすこともできる。だがナタにそのような存在がいないのも周知の事実だ。故に我々は己の知恵をもって切り抜けるほかなかった。生命とはいつか燃え尽きる炎のようなものだ。500年前、私はこの命を聖火に託した。過去に一度死を迎えたがゆえに再び蘇ることができる。つまり簡単に言うと、二度目の命ということでしょうか。 Don't think this is a second life. ああ、当時各部族が団結していたからこそアビスを退けることができたのだ。500年後のナタがアビスと戦える力を持つためには、次のエンジンが滅びた各部族を復興させる必要があった。そして部族が復興すれば、人々は再び集まり、その部族の大霊も力を取り戻すことができる。完全に復興した証として大霊は一人の英雄を選ぶ。それは部族が戦争の準備を終えたことを意味する。まさに500年前、偉大なる英雄たちが私の元に集まった時と同じようにな。つまり私がその英雄ってことですか。ああ、君が持つ古名は500年前に流戦の州を代表していた戦士と同じものだ。その意味は団結、八神の国での冒険を経たことで、君はきっとこの古名の意味を完全に理解したことだろう。ってことはお前は最初から大霊が誰を選ぶのか知ってたのか。そうだ、当初の計画であれば私が蘇った頃には全ての部族が復興を遂げているはずだった。しかし思わぬ事態が起きた。6人の英雄は確かに500年前の6つの古名を手にしていたが、計画に関する情報を誰も受け継いでいなかったのだよ。その原因は同じく八神の国の汚染にある。聖火と大霊間の疎通が阻まれてしまっていたためだ。反魂の歌でカチーナを連れ戻せなかったのもそれが原因だった。ああ、これもアビスの策略の一つだ。知恵こそ持たないが、昔から実に厄介な相手だからな。その計画を再び巡らすには私一人だけでは足りない。古名の所有者もその古名と同じ覚悟を示さなければならないのだ。そう悟った時から私はその6人を支援しようと決めた。現在小玉の子のシロネン、カガリギの民のキーニチ、それから北条の国のイアンサが認められている。そしてこたびの件を経て、ムアラニ、君も無事大霊に認められ、古名に刻まれた古の英雄の記憶を手に入れた。でももう1年もないんだろ。そうだ、だが仕方がないのだよ。英雄が集まらない以上、計画を始動させる条件も揃わない。切迫した状況であるにもかかわらず、依然として行動に移せないのはこのためだ。エンジン様はそれをご存知だったのに、どうして私に教えてくださらなかったんですか。直接言った方がずっと早いと思いますが。確かにそうかもしれないが、逆効果になる可能性も否めない。先に己の使命を知ってしまえば
潜在能力を引き出せなくなる恐れがある。カチーナの救出を例にしよう。君を突き動かしていたのは誰かに与えられた使命などではなく、君自身の強い意志であってほしかったのだ。つまり残りの二人が誰なのかも、エンジン様は教えるつもりがないということですね。ああ。その者たちの契機はまだ訪れていない。事前にプレッシャーを与えても邪魔にしかならないだろう。What if they don't make it in time? 大霊の目利きを信じるしかないな。私一人でこの危機を乗り越えようなどとは一度も思ったことはない。信じ、頼ることを選んだからこそ計画を今の段階まで進めることができた。ナタを救えるのは神でも特定の誰かでもない。我々だ。君は実に鋭いな。悟られないうちに話題を進めようと思っていたのだが。あ、そうだ。ここにあったものはどこ行ったんだ？さっきから気になってたんだけど。君たちが八神の国から無事帰還できるよう、完全に力を失った私には何かしら手段が必要だった。何せ、あのような危険を犯すことを勧めたのは私であり、そしてムアラにも肝心な英雄の一人だったからな。ここにあるものは単なる記念品などではない。その本質は燃料という役割の方が大きいのだ。燃料？あ、だからあの時エンジン様は。ああ、記念品に込められた物語は確かに大切なものだが、もっと重要な共通点がある。どれも英雄たちが肌身離さず持っていたという点だ。そういったものには持ち主が戦っていた時の家畜の炎がいくらか宿っている。当然ながらその力は限られたものではあるが、だが塵も積もれば山となるというように、いざという時には役立つものだ。先ほどはそれらを燃やすことで家畜の炎を生み出し、それを利用して2つの世界の境界線をつなげたのだ。ただ極めて乱暴なやり方なため、見ての通り力は一瞬にして尽きてしまった。でもあれってどれも大切なものなんだろ？それぞれにちゃんと物語があったのに。はあ、だからあんたたちをここまで連れてきたんだ。エンジン様に極力使わせたくない力だってことをみんなに知ってもらいたかったからな。エンジン様、本当に申し訳ありません。私のことは気にするな。それに大霊のトーテムポールを救ってくれたのは幸いとも言える。でなければ八神の国のあのエリアは今頃アビスの手に落ちていただろうからな。もしそうなれば小玉の子に災いがすぐにでも降りかかっていた。英雄たちがここにあるものを私や他のエンジンに託した時、彼らはそれがナタを救う力となることを望んでいたはずだ。あれらの者が最終的にナタの英雄たちを救ったと知れば、きっと皆喜ぶだろう。それでもやっぱり胸のあたりがチクチクします。そう感じる必要はない。前に話した時間の話はまだ覚えているか？我々は何かを失ったわけではないのだ。過去の人々や物語はただ形を変えて今も我々のすぐ近くにいる。それでも負い目を感じるのであれば、その胸の痛みをバネにナタのために戦うといい。君たちの物語はまた新たな伝説となり、新しい力を生み出す源となる。ここにかつて置かれていたもののようにな。でも助けてもらったわけだし、やっぱり何かお返しがしたいぞ。そういうことなら酒でも振る舞ってくれればいい。カチーナが無事に帰ってきたことを祝う宴を開くつもりだ。余巡者の戦争の凱旋を祝うとしよう。君たちをねぎらうと同時に疑っていた者たちを黙らせることもできる。ナタに危機が迫ってることを知ったのに楽しめるでしょうか？そう思うな。焦りは判断を鈍らせるだけだ。いかなる時も平常心を保っておくといい。さあ、行くといい。
私もすぐ向かおう。And just hope that name bearers won't be generic looking people. Mostly the heroes. Flashbang, what up? This looks familiar.小さい頃から温泉の近くに座って選手たちの物語を聞くのが好きだった。湯の中を人が行ったり来たりして、部族に関係なくみんなが友人だった。温泉は決して流泉の州だけのものじゃない。戦友たちをつなぐ絆なの。部族の子供たちがどんどん成長していく姿を見れて本当に嬉しい。私も温泉の本当の意味を少しずつ理解できるようになったわ。青春や活力、情熱にあふれている。なんて元気で、なんて憧れる存在。たとえその子たちが問題を起こしても、心の中の怒りは一瞬にして慈愛と寛容へと変わるわ。本当に不思議。ムアラニが大きくなったらきっと立派な戦士になるでしょうね。あの子には無限の可能性が秘められてる。私にはわかるわ。いつか私の力が衰えて戦場に出られなくなったら、ここに戻ってきて、あの子に、そしてもっともっと幼い子に物語を聞かせてあげたい。あんたもしっかり演じをやってね。だってそっちの方が語れる物語も増えるでしょ。空は暗く、部族は散り散りの中、遠い未来の勝利を約束されるとはな。あの狡猾な敵たちと幾度も刃を交えていなければ、とてもじゃないが君の用心深さを理解できなかったろう。我が怒りは静まることなく、我が力はもう君のために振るわれない。それでも君は俺に会いに来た。きっとたった一言で俺を説得できると知っているからだろう。分かった。今の英雄が血と炎で道を切り開く。だから俺の分まで勝ち取れ。でなければ昔の借りを含めてまとめて返してもらうぞ。ナタのために。つまりお姉ちゃんは500年後の未来に行って円陣の責務を果たす必要があるってことだよね。じゃあ今のお姉ちゃんはどうなるの？お姉ちゃんの人生はこれでおしまいってこと？それを聞いても答えられないでしょ。もう決まったことなら私たちは全力で支えてあげないと。安心してちょうだい。部族復興のために私たちも全ての力を捧げるわ。私たちはみんな、ナタの未来のために身を粉にしてる。ただ、存在する時間が違うってだけよ。うん、お母さんの言う通りだね。私たちはもちろん、
お姉ちゃんのことを一番応援してるよ。もうこんな時に限ってなんでお父さんはいないのかな。何を言えばいいかわからないから、いっそ来ないことにしたのよ。きっとお父さんのことは放っておきなさい。ああいう人だから。未来がどうなっても私たちがあなたを愛していることを忘れないでちょうだいね。The child is still there, though. 探しに行くからね。その時代まで生きられないのは分かってるけど、なんとかするつもり。きっとあると思うの。500年後に再会する方法が。それを見つけてみせるから。だから絶対私のこと忘れないでね。エンジン様がそうおっしゃるのなら全身全霊をもって支援いたしましょう。子供たちもこのような美しい太陽が見られますように。ナタのために。我々は一人で戦ったりしない。 Well, even now, these people, I don't remember any of their names. ルールは我が遺産であり、次の最悪に対抗するための力でもある。戦争は六大部族を鍛え上げ、戦の神髄と愛し方を教えてくれたわ。この全てを終わらせるのは果たして誰なのだろうか。我々は記憶と伝説を受け継ぎ、太陽と風と共に育ち、運命と未来を築き上げた。これらすべてナタの炎、ナタの血である。Honestly, rather than hearing Natlan and Natlan, all I'm hearing is Nata, Nata, Nata. So it's making me think of Nata de Coco. Nata de Coco, Nata de Coco. Hey, Jenny, don't you? I will say, there are some very advanced dolls.違うの。お姉ちゃんがいつも使ってるお薬を届けに来ただけで、今はちょうど帰るところ。ごめんなさい。カチーナが無事に帰ってきたことは本当に嬉しいんだけど、お姉ちゃんと同じ空間にいるのはまだ気まずくって。まあ喧嘩したばっかだからしょうがないな。その気持ちオイラもわかるぞ。お姉ちゃんはちゃんと皆さんの役に立ってた。迷惑とかかけてないわよね。あ、しない。おー、すごく頼もしかったぞ。アビスのことに詳しくって、オイラたちにいろいろ教えてくれたぜ。ならよかった。それを聞けただけで十分。この前の感じからして、お前って思ったことをはっきり言うタイプかと思ったけど、どうしたんだ。なんだか遠慮してるように見えるけど。You can tell us anything. 私も分かってるのよ。出発直前に喧嘩するなんてタイミング最悪だって。でもあれにはちゃんと理由があったの。お姉ちゃんってね、闘争の衝動に飲まれやすいの。いくら精神力が優れていても制御の効かなくなることがある。それにあの時あなたたちが何を相手にしようとしてるのかも私は知らなかったから。それってつまり、 You deliberately provoked her so she'd think that impulse out on you? ちょっと不器用よね。でも
確かに有効な方法なのよ。少なくともしばらくの間、お姉ちゃんを冷静にさせることができるわ。とにかく無事に帰ってきてくれてよかった。それだけが私の望みだから、本当に嬉しいわ。そこまでして背負う必要があるのか。ちゃんと話し合えば。ダメダメ、絶対お姉ちゃんには言わないでね。お姉ちゃんって愚痴を人に、特に家族には言わないタイプだから、もしお姉ちゃんに知られたら手助けするのがもっと難しくなるわ。 I respect your decision. Thank you for confiding. うん、理解してくれてありがとう。まあそんなに心配する必要はないわ。どうにか方法を考えて、お姉ちゃんの負担を私も背負うから。じゃあ先に失礼するわね。宴を楽しんで。あ、それともし何か不調を感じたらすぐ私に連絡してね。あ、言っちゃった。まさかあの喧嘩の裏にそんな理由があったなんて。でも悪いのは全部アビスだけどな、あの大悪党め。Thank you.